昭和62年4月、幻の企画と言われた映画の制作発表が行われた。その日のためには、映画敦煌実現のためには、10年を超える年月が必要だった。制作発表より遡ること13年前、大映の社長に就任した徳間靖義は、井上靖の小説「敦煌」を映画化すると宣言した。作家井上靖が昭和34年に発表した「敦煌」は、その物語が持つスケールの大きさとともに、中国シルクロードでの長期ロケを必要とすることから、映画化の実現は不可能と言われていた。映画監督小林正樹もまた独自に敦煌を映画化すべく動いていた。だが中国側との交渉は思うように進んではいなかった。敦煌映画化実現に向け、中国以外の場所での撮影の可能性を模索していた小林に徳間は言った。中国で撮影できない敦煌などありえない。中国との問題は私が解決すると。もともとこの敦煌っていうのは中国側はなかなか乗り気じゃなかったというのは、聖火という丹戈都族、チベット族の一族ですけど、丹戈都族が宋の軍隊を打ち破っていくという話なんで、特に中国はその通り少数民族問題で非常に神経が、特にチベットとなると問題があるんで、あんまり乗り気じゃなかったみたいな。でもその辺のところを大英が、徳川さんの先頭に粘り強く南下中国と交渉して、日中映画交流を積極的に進めていた徳間に、中国側から合作映画の話が持ちかけられた。この頃から中国側も敦煌映画化に理解を示し始めている。そして昭和59年4月、だがそこに小林正樹の名前はなかった。深作欣二監督のもと、昭和60年7月の撮影開始に向け、スタッフの動きは慌ただしくなっていく。だが中国国内の経済問題などにより撮影準備は遅れていった。大きな作品でしたから、深作さんだからこうなったというわけでは全くないと思います。やはり時間をかけないと、やはり敦煌城の建設ですとか馬の調達っていうのはやはり若干調査不足の時間の中で、ありましたから、深作さんだからこうなったということでは全くないと思いますけど、こっちまで試作してる段階っていうのは人数も正確に決まらない、それからまず向こうの物価がこう動いてるわけ、それで一時ストップするぐらいでしょ。これを作ったらいくらぐらいっていうのを調べて回るのがテストで試作であり、ロケ案である状態ですね。それやってるうちにストップしちゃったんですよね。先の見えない状況に深作は徳間に監督降板を告げた。
制作準備の遅れ、そして監督降板、徳間はこの時制作中止も考えたという。だが徳間の前に一人の男がいた。共同脚本家としてトンコに参加していた佐藤純也である。深崎さんがやっぱり2年ぐらいかっていろいろ本を書いたり作ったり、ロケハンもやったりしたんですけどもね、本手伝ってくれみたいな話から参加したんですけどもね、最終的には佐藤さんが降りるということになって僕に書くことにしたというあたりが、実際にトンコが撮影が始まる1年ぐらい前だったんですかね。佐藤は徳間と共に日中合作映画未完の大曲を作り上げた男でもあった。未完の大曲の制作により中国側からの佐藤に対する信頼も厚かった。そして映画敦煌は再び動き出した。85年に上村直美物語で佐藤純也監督はじめスタッフの人ほとんどがトンコのスタッフとスライド同じだったので、あ、このメンバーでもう一苦労してみようよと、今度は極寒の地ではなくて酷暑の、まあ、シルクロードの砂漠でちょっと汗流してみないかみたいなことを言われたので、もう一問にもなるし、あ、また行きましょうって、ちょっとねマゾヒスティックな状態になってて、ちょっと過酷なことがないとなんか仕事やった気にならないような状態だったんだよね、あの頃。だからとってもこうなんかもう一回ちょっといじめたいなと、自分をいじめたいなみたいなところがあったと思いますね。この映画が企画されたのが、私がオーディションするもう11年くらい前だったんですね。その時からもう1万2000人ぐらいの方をずっとオーディション していて、で見つからなくて、で外国の著名人の方のお嬢さんとかスポーツ選手とかいろんな人が候補に上がってたみたいなんですけど、最終的には新人を使うっていうことになって、で宝塚の養成所とかいろんな劇団の養成所なんかをずっと探して回ってたらしいんですね。その時にちょうど私が東方演劇科にいましたんで、それで何か会う人はいませんかっていうことでお話があって、で学校の方に映画の制作の方がいらっしゃって、で学校 の教員室で面接を受けたんです。オーディション受けた時に全然心構えがなかったんで、まあちょっとやってみようかな程度だったんで、本読んでからもう、うわすごい役だと思って思いまして、じゃあ自分にはできるんだろうかっていう不安が込み上げてきて、なんか本当足がガクガクするぐらいでしたね。そうですね、やはり、物量ですね、やはり 人の問題ですとか、やはり馬も1個中体ですか、400頭の馬とか人とか、それからその他に、内モンゴルの方から内モンゴル馬術団なんか30名ぐらい来てもらったりとか、とにかく日本からも100人近いスタッフと俳優さんが来ましたから、その全員の生活面での確保、そういったやっぱり量の多さですね、それがやっぱり一番苦労しました。必ず1ヶ月ぐらい一緒のところで回ってると揉めるのが出てくるんですよ。それで1ヶ月経って3ヶ月目もまた出てくるんですよね。
で3ヶ月で6ヶ月ぐらいで、まあ、3回ぐらい山、うん、これをいかにうまくやるかっていうのが結構序盤とも出たんですよ。スケジュールもそうなんだけど、揉めそうなパートは作れそうなパートってあるんですよ、うん、チームワークを良くしていくと撮影がうまくいくんですね。そういうことを注意しようと思って最初はいましたね。主流はもうモンゴル馬ですね。ですけど中には馬術団の馬で若干こう他の品種が入った馬、馬体の大きな馬なんかも入っています。まず日本の俳優さんたちが乗るための50頭の馬の買い付けを、甘粛省と青海省の、まあ、ちょうど省の境あたりに高原がありまして、そこへの買い付けから始めました。で一回、主戦に下ろしたんですけど、まあ、検疫とかそういう時間を費やして、で主戦に下ろして3ヶ月をめどに調教を始めましたけれども、2年ほどちょっと延期という事態になったので、1回下ろして上げてまた下ろして調教と、まあ、そういう意味では、まあ、調教の期間は長かったので2年近くということになると思います。砂漠で馬に乗ってもう男の子できる、つまり僕は時代劇大好きだったし、カーボーイウエスターも大好きだったですから、そういうことでこうなんか砂漠を縦横無尽に馬で走ったりなんかして撮影するんだよっていうところにものすごい惹かれたですね。だからなんか男の子できるみたいなね、みんなもう男の子してました。他の共演者ももう渡瀬さんも原田大二郎さんももちろん佐藤浩一君なんかもみんなね、もう楽しくて楽しくて馬に乗ってる時間が、最初やるまで大変だった言うこと聞かなくて、おおおお、はい、皆さんにお見せして、はい、皆さんにお見せして、ヒヒーヒヒーンってほら、さっきすごいちゃんと言うこと聞いた、言うこと聞いた、やっと慣れたみたいな、ただもうちょっとレフ版だけ慣れればね、問題ないんですよ。手伝いましょうか。なあ、こいつも眠そうだから、でもな、おめえも眠いのか、起きろよ起きろよ、はい、山梨の方に行って乗馬の訓練、それまでちゃんとしっかりとした乗馬訓練としたことなかったんですけど、まあ厳しい訓練でしたけどね、もうとにかく速攻でもう馬を自在に扱える自分にならなきゃいけないので、もう朝の9時から夕方の5時まで馬の背中から降りちゃダメっていうのを3日間ぐらい続けてやりましてね、もう正直言って色の話ですけど、お尻のこの皮が焼けてジーパンまでこう血が染みてるみたいな、そういう状態で馬乗馬訓練やりましたね。名前もローランと付けたんですけど、ローランと一緒にこう、まあ、撮影のない時なんかウエスタンとかなんていうんですかね、砂漠をこうなんか馬で走ってるだけでこう一種のこうカタリスがあってですね、うわかっこいいなーなんて自分で酔いしれてましたねスピードはそんなに出ませんけども、持久力は最高にある馬っていうんですかね、もう砂漠2キロ3キロ砂の上を2キロ3キロ全力で走っても、まあそうはバテないっていう馬たちですよね。体体型も小さいですよね、だからまあ言ってみればその馬との訓練、慣れるための訓練、それが結構自分の中では楽しかったですけどね。やっぱり馬とねこう連帯するっていう部分での立てってのは僕は初めての経験だったんで、でもやっぱり手綱をこう引いてその剣をこうやるっていう部分、しかも今度馬はその最初は剣に慣れてませんのでね、こういうそういうのが目の前でこういろいろとこうものすごくこう横飛びしたりいろいろするわけですよね。だそのためだけでもこう馬の前で剣をわざとこうやって振って慣れさすとか、いろんな日数その撮影に入るまでのそれまでの準備期間
がかなりありましたね。撮影の時に一回やっぱ二人で失踪するシーンだったかな。バーって失踪してる時にズリッとずり落ちて半分こう落ちたままダーッとしたんですよ。でも絶対落ちたくないからと思ってそれでも習慣についてグーッてやってたんですけど、周りから早く飛び降りろって怒られて、その時飛び降りたのが初めて落馬した時だったんですけど、準備中に西田さんがね大変だったんですよね、落馬してね。それで主役の人が顔が腫れてしまうとね、撮影はまあそれはできないんですけど、その時歯を折りましてね。で私西田さんとこ行って撮影のスケジュール伸ばすってなるとものすごくいろんな影響が大きいわけですよ。それで西田さんに撮れるって聞いたんだよね。そしたら本人はね撮る気になったんだけど、さすがにご機嫌悪かったですね。これで超特急で東京から歯を送ってもらうっていうか、歯医者さんの今までのことがあったりとか、それでこっちでくっつけたんじゃなかったかな、中国でね。撮影所の問題がありましてね、ですから最初はもう上海撮影所でやろうということになって、上海撮影所のスタッフと、まあ、いろいろな東北地方をはじめ内モンゴルですとか青海省とかそちらの方も調査してもらってたんですけど、やはり、上海 の撮影所の方もなかなかそういう馬だとかそういう歴史物の対策っていうのはなかなかやったことがなくてスムーズに進まなかったというのがまず1回ありました。それで軍隊所属、つまり解放軍所属の81撮影所というところと、始めましてね、やはりそういう意味ではやはり軍隊を持ってますので、そちらに協力してもらうということで、若干そういう面での調達に関しては、スムーズにできました。最後の機械隊って言われましたけどね、どんどん機械化されていくんで機械隊が消えていくんで、それの400機、1個中隊400機が、もう主戦っていう区間から敦煌までずっとやって、それが青海軍になったり総軍になったり、この人たちがの協力があったからできたといえばできたという部分もあると思いますけどね。軍のための、宣伝用の映画なんかを作ってるとか、記録映像なんかを主に中心にやってるんですけども、我々が組む頃はそういった背景、軍を背景にしながらもやっぱりドラマなんかも作ってるというような撮影所でした。なんか軍隊だからそれは例えば馬に乗る降りるとか、それは上司の兵隊隊長の一声でプシャップシャッと乗ったりね、それは見事ですよ。普段は撮影所の血髪のおばちゃんは血髪のおばちゃんの感じ、衣装は衣装のおばちゃんの感じなんですけどね、ある時ね歓迎会をしてくださったの。割に故郷のそばでちゃんとしたどうもね料理屋さんみたいなところ、そうしたらね衣装のおばちゃんだと思ってたのが白い手袋して軍服して帽子かぶってきた。すごいのよ、階級がいいんですよ、左官かなんか、えらい立派に見えるの、小柄な人がね。面白かったですね。はあ、ユニフォームくれると随分違うもんだなと思ったらね。5000年の昔からアジアとヨーロッパを結ぶ貿易の道があった、シルクロードである。中国中央部とシルクロードはゴビ砂漠とキレン山脈に挟まれた火星通路と呼ばれる地域で結びつく。火星通路には5つのオアシス都市があった。領州、甘州、宿州、華州、そして敦煌である。全体的なストーリーの中で一番大きく変えたのはあそこは火星回廊っていうところに5つのこうオアシスがつながってて、それを
次元校は次々にこう落としていくんですけど、その間に官州、宿州、左州あのともに一つ宿州かな、攻めの方をカットしましたね、直接官州から左州にトンゴをつなげていくみたいなとこをごそっと削った。でその間のエピソードを全部まとめたというのが、一番大きな変更かもしれませんけどね。それとまあもう一つは原作の初めの最初が科挙を受けに行ったのが自分の成績が非常に優秀なんで、ちょっと油断したのか居眠りしちゃって、最終的な殿試という法廷の試験に間に合わなくて居眠りして落第しちゃって、それからまあ報道のため始まるとか、どう考えても科挙というのはあの当時もうそれはそれしかさあひどい人は70になってもまだ科挙受け付けて、それを通らない通過しないにかからない限りは上に出世できないというぐらい大事なもんで、どうも考えても居眠りということでね、そんなことをミスるというのが、あまり納得いかなかったんで、そこもとも変えたみたいなところありますけど。これは聖火の文字か、聖火にも文字があるのか。中国というのは中華思想で、それ以外の国はみんな蛮族になるわけですけどね、宋と聖火という宋という対中華と蛮族という形じゃなくて、ある種は文化的にももちろん実は聖火の方も漢文化を随分取り入れてるんですけども、その辺のところを一方的に宋の方が中国の方が優れてて、向こうは蛮族単に武力だけという形にはしたくなかったということで、その聖火が文字を作るという行為、しかも非常に人工的な文字を作ってる、論理的に人と耳を合わせると聞くという文字、水と土とを組み合わせると泥という文字になる。聖火文字って実は井上さんの原作だとトップシーンで出てくるんですよね。実は年代的にはあそこではまだできてなかったんですけども、聖火文字が頭に出てくるのは年代的にちょっとずれる、3年か4年ずれるんですけど、それを乗り越えるために文字を変え作ってる並んでるところを重視してやったということが一つあるんですけど、ね、我々日本人が見ると宋の格好も聖火の格好も区別つかないですよ。それで強調して聖火の格好っていうのはもう少し西寄りにウイグル族だとか、なんかタングー族ですか、あの辺の入ってるように、つまり中国の中央から離れてるって印象を作るためにだいぶ西寄りのものを入れてます。で演技お芝居の上ではそれははっきりと民族の違いっていうのを強調しなきゃいけないから、必ずしもリアルではないですけど、見る人のためにそういう操作をしてだいぶ西寄りにしてる。これは準備段階に私はデザイン書いて、試作まで行ったわけです、向こうの鎮江に工場がありましてね、そこで服とそれから鎧とか武具をね、作ったわけです、ところがその時点で撮影が中止になったんですよ、というのは向こうの物価変動が大きくって、予算がとても立てられなくなったからやめましょうということでストップされたの、でストップされて1年以上経ってからまた再開になったんですけど、実はその間に私の連れ合いがちょっと重病になりまして、亡くなるとこまで行ってしまったんで、デザインだけこれをこのまま生かすからとおっしゃってくださって、私は現場は行ってないんですよ。一番やっぱり役に立ったのはね、莫高窟、敦煌莫高窟の壁画、それはもちろん民衆は少ないですけど、お偉いさんばっかりですけどね、非常に年代的に役に立ちました。それから南京の博物院にある当時のね、南宋の城下町を描いてる絵巻があるんですよ。ダーッと長いの城壁があってラクダが来てたりね、
町の売り手がいたりね、建物が書いてあっていい絵巻物、それはあの中国のね風俗としては非常にズバリの参考になる。本当はね、成果ってのはどうもチベット系らしいんですよね、だけどね、チベット系にしちゃうとね、あまりにもこう未開の感じになりかねないっていうか、こっちのシェリアね、下手な成果悩みましたね。わかりにくいかもしれないけれども、あの聖火と吐蕃、同じチベット系の、あの聖火の方はタングーゾですし、あのその差を出すためにウイグル群はグリーンにするとか、あの吐蕃群は赤と黒っぽいのを基調にするとか、そういうあの肝心部隊の左衆キギ、あれはあのかん、スカーフの色で変えたり、その差はあの黄色っぽくするとか、大まかな意味での変化はつけ、あの視覚的にはつけてます。作ったのは南京の近くの、あの鎮江っていうところの、あの製法工場なんですね、あの北京でも作ったわけじゃないんです。だから前もっての打ち合わせでできて送られたものしかありませんでしたから、現場で何か調達して作るということはなかったです。やりくりはしましたけれどもね、材料上の困難っていうことは、まあ、あの衣服のことですから、まあ そこら辺はあのその場その場のやりくりでしのぎましたけれども、物がなくなっていくとその調達にはすごく苦労しましたね。向こうにあの今ほど物資がなかったんですね。で材質なんかもね限られてたんで、木綿とか無地とかはあったんですけど、島とかチェックとか柄物は全然なかったから、そういうものは日本であの買って向こうへ送ります。でもやっぱり経済的なバランスを取るのがとても難しくって、向こうと日本では単価が全然違いますのでね、いつもその数字のことが頭にあります。さっさと殺せ。お前は何者だ。漢州ウィーグルの王ヤグラカルの娘ツルピア。当時のウィーグルっていうのが実際にはあのイスラム教ですからね、女性に対してのあれはどのぐらい認めてたかどうかわからんですけど、あの戦乱の時代にやっぱりあの武器を持って戦うという女性、ただ単なる一つの一人の女性で王妃でしてね、ということでしたくなくて、実際には武器と戦うというような女性に、そうするとやっぱりそれなりの強さみたいなもの、やっぱりあの俳優の場合いろんな、もちろんあの先端の方は条件ってありますけど、目に力があるっていうのは非常に大きな要素というか、俳優の場合あの重要なあの部分じゃないかなと思いますけどね。正面だろ。ごめんなさい、ちょっと早いかな。でも初めの撮影がアクションだったんですね。立石の方にアクションつけていただいて、
もうただその振りをやるだけっていう感じだったんで、それですごく気が紛れたんですけど、ウディレっていうんですよね最初に。でまだね、まあ、セリフもなんかおぼつかない感じなんですけど、でもちょうどまあちゃんとまあその漢族の言葉喋れる役でもないだろうから、ちょっとぐらいセリフがたどたどしくても外人の役だからいいんじゃないかって開き直りがあって敦煌の場合はやっぱりこうパウダー状の砂だとかそういうことはやっぱり非常に気になりましたから、逆に言うと撮影部が修理できても簡単にできる、要するに電子機器があんまりないようなものの方がむしろトラブルがないので、むしろそういう分解作業とかそういう技術を持ったスタッフをやっぱり連れてた方がやはり現実的でしたね。撮影だけじゃなくて録音部が一番大変だったみたいですけどね、まあ、帰ってくると必ず電気掃除機で録音機を全部やってましたけどね。カメラの方は もちろんなるべく密閉するようにやる、それと特に、まあ、レンズからのホコリをね、まあ、神経質にやってましたけど、まあその辺 の機材の整備に関しては本当に恐らく普通の撮影の普通のって都会での撮影の2倍から3倍みんな時間かけてやってたと。それはものすごいですよ。ニュースなんかで見たことあるかもしれません。ここは女性が薄いのかぶって街中歩く日があるじゃないですか。あれと同じで街中真っ黄色になって、黄砂がすごいです。ホテルの従業員もね、こう僕の先に真綿をこういっぱいつつけたんで、こう壁のとことか窓とかね、こうするぐらい中まで吹き込むんですよ。細かい砂だからね、こういうところだと目張りしとかないと入ってくるぐらいにホテルの中でですよ、ものすごいですね。その日は出ちゃダメだ。こんな砂漠の真ん中に、なぜ、どうして。300年前、唐の時代の傑作だ。何なんだ、この魂を揺さぶるような思いは。バックオックスに関しては、うん、やはり当時、文化部、つまり、国家第9文物ということ、うん、まあ、もう本当に世界遺産ですけどね、中国だけに限らず。ですから非常に文化部の方の決定には長い時間がかかりました。あのあと世界遺産第1号に申請したんですね。だからまあその時はまだ世界遺産になってなかったんですけど、そのライトを何を使うかで、一つは一番怖いのは紫外線だと熱だということで、耐熱フィルターをまず使えと。それからその紫外線の、ある波長の上からカットできるフィルターを使えという条件。それからあの洞窟の中に入るのは20人以下にしろとか、それ炭酸ガスが随分影響するらしい。でライトは何キロ以下にしろと、いろんな細かい条件を、というのはそれまでいろんなもう彼らも実験したりとか。でそれだけじゃなくて、実際に撮影前にその全部フィルター入れてやった撮影の状況をセッティングして、向こうの人が計測器持って全部調べましてね、こんなの OK ということで撮影したという。なんせこう相手が一級文物なもんですからね、傷つけたらどうしようとかね、もう日本に帰るための免罪符じゃないかというぐらい、こうみんなもう腫れ物に触るようにこう気をつけてますからね。
僕自身もそういう周りの緊張が伝わってきて、どこでやってるのか何をやってるのかっていうのはこうよく自分でしっかり把握しないままやっております。もちろん当たり前の話ですけどね、あの、バッコクス守ろうと映画でバッコクス壊したんじゃ何の意味もないんでね、あの、こちらももちろんあのそういう条件というのは当然だと思ってやりました。バッコクスの石窟がずっとつながってました。その向かって右側に蛾行窟、これはあのトンゴを作った人たちの食工だ、あの絵描く人や作る人たちに住んでた窟ですけど、その前にあのセットを組みましてね、基本的にあの蛾行窟の中でドラマは、まあ、せいぜい見てる程度であまりできなかったっていうのもまああるんですけど、その部分をセットで作って、張り出しというか素道具にセットする、そこでまあ芝居を作って撮ったんですね。どうしたの？申し訳ありません。この者たちが粘土と砂の分量を間違えたため、下地が剥げ落ちました。おい、はい、はい、いいよ、はい、OK、 もうこの一つのものに対してこれはね、こういうことでね、みたいな、あのまるであの社会科の勉強してるみたいに教えてもらいますね。本当によくいろんなことをご存知だなというぐらい、あの博識ですね。特に中国文化についてはあのちょっとすごいですね。確か東大の仏文のはずなんですけどね、中国文化やったのかっていうぐらいすごいですよ。そういった意味では、あの、なんていうんですかね、佐藤純也中国文化講座みたいな感じのね、演出を受けてるっていうよりは、そういう講座を聞いてるっていう感じの方が強かったかもしれない。監督も頭の中に全部コンテンツというか、絵が出来上がってるんで、もうあとは俳優がどういう芝居をしようと、自分が最終的にもまとめるからっていう感じだったんですね。だからもうスタートって言った時、もう時々目つぶって声聞いてるだけっていう時があるぐらい、なんか役者を信用してくださってて、そんなに細かい指導というのはなかったんですけど、ただ私はやっぱり初めてなんで、すごいまばたきしたりとか、なんかいろいろなんかこうグラグラしたりとかしてたんで、そういうとこは注意されましたけど、映画監督っていう匂いはしないんですよね。あの不思議と大学の教授かプロフェッサーっていう感じのなんかそういう雰囲気があって、だからあのなんていうんだろうな、見ててくださいね監督っていう感じですかね。こんなことやりますけど、こんなんですけどどうですかみたいな、それでいいんじゃないですかっていうのと、もう一度ちょっと違う方法ないかなっていう感じっていうんですかね。こういつもこうなんか教団とその教室のこっち側にいるっていう感じの、そういう感じってのはあるような気がしますね。人の心を描ければ描く人だと思うんですよね、そういうことをすごいこだわる人だと思うんですね。ドラマで芝居というか景色で追いかけていってしまうと失敗するみたいなことをよく言いますね。なんとかしてその人の気持ちを捕まえるような撮り方をしてくれっていう感じがしますね。こうちゃんも非常にこうナーバスにこう最初なってて、しっかりとこうやるぞっていう気持ちがあって、で北京で僕と初めてだったんですから、伊佐さんちょっと酒飲みながらこの映画について語りませんかみたいなことで酒持ってきましたんで、こう持ってきてウイスキー買ってきました、少しですわみたいな感じで買ってきたんですね。おーすごいな、パーティーにじゃあロックでいいかとか言って、ストレートでいいよねなんて言って、こうやって飲んだら
げえ甘いんですよ。あれと思ったらアマレットっていうね、あの要するに甘いお酒だったんだよね。それはまあスコッチとも違っちゃったのかなんだか知らないけど、ものすごくこう男同士でこうあのストレートでウイスキー飲みながらこの映画についてっていう語ろうと思ってたのが、ものすごい甘いんでね、ものすごくこう腰砕けになっちゃって、今日はやめるかみたいな感じでやめたのを思い出しますね。出演者の方々とバドミントン大会やったりとか、あと映画上映会だとか、デビッド・リンの、あのアラビアのロレンスとか、ドクトル・ジバコをみんなで見たりとか、そうですね、まあ時々砂漠にみんなで馬乗りに行ったりとか、そういう過ごし方はしましたね。中川アンナちゃんが入るという時、それまでずっとムクつけていうの子ばっかりだったでしょ。今日中川アンナさんが今日入られますって言った時の、あのもうみんな騒めきで、もう色めきとつってんですかね、あのみんなそれぞれ思いがいっぱいあったみたいですね。で誰をあの今日それ中川アンナさんを歓迎するパーティーを宴を開こうじゃないかと、それに当たってはその誰をそのエスコートの人に選ぶか、それだけでも大変な揉め事になりましたね。もう今思えばもう乱闘寸前まで行きましたからね。砂漠の地方を聞いるけど、ほとんど男性の方ばっかりだったので、女性は5人ぐらいしかいなかったのかな。そんな中で私がミニスカートとか履いてこう歩いてたんですけど、なんか呼び出しがあって、もうみんなね、こんな砂漠の中で女っ気がないところに男ばっかりいるんだから、そんな女っぽい顔したら怒られたりとか、なんかしょっちゅう怒られたみたいな印象があるんですけどね。もうそこでもうほとんど5ヶ月僕で5ヶ月ですからね。あの上にすると、あの蘭州の時やりましたから、トンコであの2ヶ月近くですかね、そこで暮らすわけですから、もうあのみんなそれぞれあの部屋の模様替えてですね、自分でこうあのベッドの位置を変えたりなんかして、あの暮らしやすいようにこうみんなしてましたね。あの佐藤浩一君の部屋なんかもうロフトみたいなのを作って、こうなんかあの飾りのこう電飾の飾りかなんかって、みんなあのそれで競うんですよね。で今日は 俺の部屋で飲むよみたいな、みんなあの俺のバーで飲むよみたいな感じの、その競い方を随分してましたね。中国に初めて行った時、やっぱり他のいろんな外国行くのと一緒 あのホッとするのは、漢字がいっぱいあるという、するとあんまり外国に来たという感じはしないということね。まあ、あのもっと言えばあの実際に言葉がしゃべらなくても漢字を書けばある程度の意思の疎通ができる、やっぱり同じ文化圏なんだなということをすごく感じましたね。仕事の例えば私のとこだったら衣装というあの帽子から靴までのいろんな材料というか会話の媒体がありますから、筆談で通訳さんを呼んでるとかえって厄介になっちゃう。筆談で結構通じましたね。まだやっぱり漢字ですね。漢字文化ですよ。助かりますね。で中国のスタッフって、私、まあ、他の仕事でも外国のスタッフやるじゃないですか。中国のスタッフって非常になんていうか、やっぱりアジア人ですよね。合う感じがあるな。中国のスタッフと物を借りるときに行って、空港で、この飛行機に一緒に乗って帰ってくださいと、通訳の人はまだ後から来る人のあれがあるので別れちゃったんですね。だから急遽は飛ぶ先が雷雨かなんかで今日は飛びません。で中国の僕と二人きりなんで、今日はどうしたらいいんだろうっていうと、もう全部大体筆談で通じて、なんとかここで泊まれるみたいなことを書いてくれて、こっちもじゃあこうだっていうことをやって泊まった記憶がすごく覚えてますね。その時にはよかった感じでっていうのが
要になります。深作さんの時代にこの辺にこういうものを作ろうっていう大きな構想はまずあったんですよ。で逆に私の方で逆に引き継いで、で、まあ、81になってまたそこのこういう構想、まあ佐藤監督にも話しましてね、うん、それで行こうっていうことになって、まあ、81のスタッフといろいろその測量から始めましてね、まあとにかく何にもない砂漠の中で、まあ、昔は河原だったんですけども、まあ、今その後はもう砂漠だったとこだったんですけどね、まず三通って言いましてね、電気、水道、道路ですよね、その3つを通すところからまあ始めたわけですけど、責任者は、81撮影所の美術担当の方で、でまあ実際にやっぱり建築関係、地元の建築関係の方ですから、レンガもやはり地元といってもやっぱり広い意味での地元からの調達っていうふうになりましたね。材木に関しては、まあ、東北地方っていいますか、まあ、逆に言うとソマン国境の昔でいうねからとか、ベトナムの国境近くからやっぱりその貨車を全部確保して集めましたね。それが途中山火事がありましてね、列車がなんか通れなくなっちゃってね、材木間に合わないとか間に合うとかいう騒ぎがあったり、高さもありますし、一応その城壁の上での芝居もありますから、うん、やっぱり安全性を考えて、割ときちんとした作り方、城の壁っていうのは盤竹っていう製造方法で、レンガを両側にこう積みましたね、間にこう粘土を積む、で粘土を積んだ上に藁とか瓦とか入れてこれを叩いて固めて、でまたレンガ組んでまたそこにっていう方法をやるわけですけど、でそれをやってたらまあ非常に時間かかるんで、初めのうちはもうちゃんとやって基礎の方は 2メートルぐらいあるんです。それから先はその盤地があんま固めないで土だけ入れてやったんですけど、そしたらものすごい大豪雨が襲来しましてね、で土が水を吸って壁が破けちゃうみたいな事件もありましたけど、ね、でまあとりあえず一応完成はして、完成、まあ撮影する直前までも工事はしてましたから、そういう意味では2年半から3年ぐらいかかったと思いますね。一生懸命火薬だ、雨火薬それ塗って、そうするとそれだけ燃えるから、うん、それを一生懸命塗っては渡す、塗っては渡すでした。よーい、スタート。今思うとやる場面だって危ないですよ、相当に。今だったらこのデジタルで合成がすごくできるんだけど、割合この生でやってますからね、近いところ飛ばしてるんですよ、まあ、多少はこう空間がある人結構危ないですよ。それも夜でしょ、誰がいるかわからんと、それは気をつけないと危なかったですよね。はい、ちょっと火事になった。はい、OK、 ジン君大丈夫大丈夫、本当に火事になった。泥があるんです、泥って砂が赤土地ですよ、そういうコーマみたいなね、それに水つけて型に入れてポンと置いて、日干しレンガ作るわけです、普通の。その家なんですから、みんな燃やすったって普通は燃えないんですよ、簡単には。かえって大きな火にするのが大変な、燃やすものを持っていかないと燃えない。
だから、ね、見えないところではこうやって鉄製のこうなんか船底みたいなのを作ってそこに火を起こして後ろの下が見えながらそしてちょっと管理させたりとか実際に資料も中国のあれに残ってますし、まあ、それに多少アレンジを加えて中国の人に作ってもらって実際のこう押してこうドアを突き破るとかってところなんで絵的に例えば本当は横棒なんかついたようにつけて人がこうたかれるようにしたりとかで運転を、やはり高くして塀にこう柱がかかるとかそういうものを、まあ、デザインみたいなものですけどそれはしましたね。半時後に正門から全軍突撃する。お前たちは西門から脱出しろ。俺行徳これも一緒に埋めてくれんか。石踏みはそれでいい。西国西田さんが今でも会うと言うんだけれども最後トン工場で火事になった戦いでさらばじゃって別れていく場面があるんですけどあのところのやっぱり素晴らしいですね。あの人はあんたそれ2枚目だったよって言うと本人はそうかって言うけどいやいやそれはいいあれでしたね。時間がなくてね気の毒したんだけどあそこの場面は私は好きですね。砂漠っていうと、まあ、砂漠です。実は雪が降るんですよね。で、トンコの最終日に明日終わるっていう時に雪が降っちゃったんですよ。それで撮影に行ったらもちろん日の当たるところは全部溶けてるんですけど日陰の部分に全部白いのがあちこち残ってた。で、僕が明日になったら溶けるから今日は中止しようっつったらスタッフがいや雪かきしますっつってね何キロまたみんな走ってたその雪をね砂かけてつまり一日も早く帰りたかったんでしょうね。砂漠で雪かきするという経験もね初めてだったんですけどね。三度突撃したが三度離原稿に届かなかった。四度目の突撃をする力は尽きた。離原稿の首を諦めてくれ。来るな。俺はずっとこんな死に方が俺にふさわしいと思っていた。守護霊の最後っていうのをなんか象徴的にある種ある滅びという形でやりたかったんであの部分だけ実はセットでハイビジョンで撮ってるんですよね。全部合成で、まあ、それを成立するため、まあ、一応こいつのビジョンという形にしたわけです。やはり文化というものをいかに残すかっていうやっぱり文化と国と国との戦いがありながらもやっぱり残すっていう非常に壮大なドラマその中でのこうスケール感のある映画を楽しんでもらいたいというふうに思います。敦煌の中に発見された
文物約4万点って言いますけど、これが実はもうあちこち世界中に散乱してまして1万点ぐらいしか残ってない。でもそれはどのぐらい貴重なものであるかということで、そのある遺産というか人類の遺産を守るということの大切さ、同時にあのそういうものを守るために命を懸けた人たちはいたんだというドラマ、そのことを何か感じていただければなと思います。過酷な自然条件を克服し完成までのさまざまな困難を乗り越えたスタッフ、キャストの情熱が結実した映画「敦煌の輝き」は20年近い歳月が流れた現在でも色褪せることはない。敦煌に大変な文物が、敦煌の末光窟という仏教遺跡の一つの洞窟に、東洋史の上で非常に大切なものが全部そこへ固めてうずめられたっていうのは大変な事件で、どういう事件だったろうと思いますね。それで私はそれを私流に考えて小説にしたんです。それだから、あの小説に書かれてあるようなことが本当にありましたよとも言えないんですね。しかしあれに似たことがあったと言えます。おそらくそうでないと誰かが人が埋めたんです。自然には埋まりません。で、埋めたらどういう人が埋めたんだろうということ、そこから私は自分の小説にしているんですね。で、小説は作り事です。しかし、作り事で私が作ったことだけれども、一つの文化というものの文化的な事件というものは多かれ少なかれこういうようなことにして生まれていきますよということを書いたつもりなんです。莫高窟を最初に行った時に一番驚いたのはやはり砂漠の中になぜこんなに、すごい洞窟みたいなものがいっぱい掘ってあって、しかもそこに、それが千年も続いてるというその環境とそこの中にあるものの異質の大きさが一つ。その次にやっぱりびっくりしたのは、次に中に入ってみて本当にどの洞窟も壁に一面に少しの隙間もないぐらいいっぱい絵が描いてある。これだけのその絵を描いた人間の栄誉みたいなもの、エネルギーみたいな、それのなんかトータルのなんかエネルギーみたいな感じでものすごくびっくりして、圧倒されない。本当に絵一つ一つに描いた人たちの思いがこもってる、素晴らしい絵がに満ち溢れてる、そういうなんか次々に新しい感動驚きが襲ってきて、で最後にまた再び莫高窟を去る時に感じたのは、よく本当にこれが千年も残っていたなという思いでした。莫高窟に初めて出会った時というのはやっぱりいろいろな思いがあったと思いますけどね。もうちょうど10年前に昭和54年の9月17日っていう日にちまではっきり覚えてますね。夕方着きましたけど、こう
発酵靴のあの風卓がチリンチリンとなるのを耳にしましてね、であの誰もいないところの洞窟の前で、ついにやってきたっていう、もう大きな声出したいみたいな気持ちがしてましたね。最初にそのご覧になった時の中で一番印象に深いというか、あの非常に強いなんか感動を受けたような靴というのは、古い方から見せていただきましたからね、北陵の焼却物ですね、有名な、あのもう見て、こんなのがあるって、驚きましたけど、それからあの唐へ入ってきますと、初唐がもう日本と同じなんで、びっくりしましたね。あのやっぱり白鵬時代みたいなもの、ですから、まあ、天平、白鵬天平のに近いですから、もしあれですね、あのちょっと極端なことを言わせていただくと、初頭のある時期は This is Japan ということで、もうこれが日本の元だっていうな、で 100% 造形的な面や感覚的な面や、いろんなものがそこから値上げこうしていただいてるもんですから、全く同じなんですね。でこれが古くなっても時代が下がってきても少しずつこう違和感が出てくるんですけど、ですからなるほど、これが我々のこう元かなっていう、そういう感じが非常に強いですね。非常に幅があるんですね、その時代も千年が、しかもいろいろのこう違うウイグルあり、チベットあり、セイカあり、隋唐ありっていうような、そういうものが入り乱れて同居してるっていうのが非常に面白かったですね。で普通だったら征服したものが非征服を消してしまいますね、そのお寺でも自分たちの文化をですね、それがとあのこう、滅ぼした国が、こう征服者が非征服者と並んで、壊さないで、もうその博物時代を超えた民族を超えた美術館みたいになってるのが非常に、あの敦煌のこれ特徴と思って感じましたね。天山南路を通っても、北路を通っても、西域南路を通ってもですね、あるいはチベットルートを通っても、みんな敦煌へやってくるんですね。西の文化、東の文化がみんなもうちょうどへそのようになって流れ込んだんじゃないんでしょうかね。大切なものといえばこれだけしかない。聖火の通行証だ。なぜこういう表意文字の漢字に似た形を選んだかと言いますと、それは一つは聖火語が非常に複雑な言葉であった、特にその発音が非常に複雑ですので、それを表文字で表記するのは非常にまあ難しかったと。それと聖火国は、多民族国家でありますので、まあ、いろいろな言葉を話す民族が住んでいた、それらの民族に共通した文字として、こういう表意文字を選びますと、自分らの具体的な言葉を離れた、こういう意味で通用する文字を使うことができると。つまりこれはまあいわば筆談ができるという、そういう利点があったんだろうと思います。聖火文字といいますと、まあ、簡単に言いますと擬似漢字と言われますように漢字を真似して作ったと。ですから例えばこの字ですが、これは仏様の仏っていう字ですが、これの辺と、この作りからできています。この字は子供っていう字ですけれども、この辺とこの作りからできていると、まあ、そのように原則としては、まあ、漢字の辺と作りの組み合わせ、それと同じであります。特に李元昊の役をされました渡瀬恒幸さんは聖火語のセリフが非常にたくさんあったわけなんですけれども、うまくこなされて聖火語らしい発音をしておられたと思います。先生と研究しあ文学家生理にならん
イエラムティ艦長はネイタウン、敦煌っていうのは中国本土の玄関であり出口であるっていうことで、もう地理的にも、まあ、そこがどうも十字路であるっていう、ですから、政治的にもあそこを制圧すれば、はい、東西の、その交通の要衝が、手に入るっていうことで、その仏教文化のそういう清掃の場と同時に、こう祈りの場っていうんでしょうかね、キャラバンが成功すると寄進する、うん、でまたあの戦争の出る前に、戦勝を祈ったりするっていう、うん、まあ、そういうことがどん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 その戦仏道を立派に していったんじゃないかっていうことを想像するんですけどね、うんうん、まあ、あの有名な逸話として、あの京都奈良のアメリカの爆撃から、はあ、反対したそのワーナーという、ね、人が、はい、敦煌の壁画を何十分も剥ぎ取ってしまった、それからあのベゼクリークの壁画もドイツに持ってしまった、その理由がここに放置してたら、あの亡くなったから文明世界持ってくんだと、そういう思い上がりが逆に文化財を壊してってしまったみたいな、ね、ことの中で、本当に先生が言うとおりで、全世界的な中で、それで現地でそのまま保存するということ、このことは本当に大切なことになったんですね。人類の文化遺産を防衛しようっていう、そういうことの役割を、これはもう、地球単位で考えればですね、イデオロギーの左も右も国境も何もありませんのでね、あのそれの一端を、これも日本だけがやるってなく、知恵はもう各国で壁を取っ払ってやりましょうっていう、それのスタートが敦煌ですね。